こんにちは、速稼塾の久保です。花屋龍馬シリーズをご覧いただきましてありがとうございます。今回のテーマは借金について改めてまとめてみたいと思います。私は借金が扱えるなら自分の力量の中ですることはありだと思います。例えば1000円の借金をして潰れる人は借金を1000円でもするべきではないと思いますし、1000万円借金してもなんとなくやっていける人はやっていくべきだと思うんですよ。でそもそも事業者ってもともと借金からスタートしますよね。お店をオープンします。すべてローンで買います。開店資金、例えば800万かかるとしたら、その800万を10年分割で払うような契約で銀行から借り入れを起こすと思います。その借り入れに対して返済計画っていうのをすると思いますけども、このあたりの返済計画ができなかったり、事業計画や販売計画ができない段階で借金をする資格はないってことになると思います。闇雲にお金を借りても闇雲に返すだけになっちゃいますから、きちんとした計画ですよね。これを立てることが大事じゃないかなと思うんですよ。もちろん計画ってのは計画通りにいかないこともあります。急な感染症騒動で返済の目処が立たなくなった。でもそういう時にはきちんと政府の救済策っていうのが用意されていたりとか、お金を貸した側もですね、そういう事情なら仕方がないねということで交渉に応じてくれたりするわけですよ。ですから交渉力とか情報収集能力も非常に事業者としては大切なことになってきます。いわゆるですね、事業者とか借金をする人っていうのはどれだけの情報を持っていて、困った時にどうするかっていうリスクヘッジがどれだけできてるかってことになると思うんですよ。そういうのがなくて借金をするのは非常にまずい借金だと言わなければなりません。ぶっちゃけね、借金は大人になったら誰でもすると思うんですよ。車を買おうと思ったらマイカーローンだし、それから家を買おうと思ったらね、住宅ローンだしね、だからやっぱり借りるスキルっていうのは非常に大切かなと思うんですよ。で、私が考えた借金をする時の3原則といいますかね、まずは金利ですよね。だいたい借金の金利 1% 返せるかどうかですね。 3% とか 5% になったらもう返せないと思った方がいいです。金利でアップアップしちゃいます。で、金利がかかる分商売の粗利を圧迫しますんでね、私は 1% ぐらいの金利だったら許容限界かなと思います。特に私も 29.2% みたいな金利で借りてたことがね、20代の頃あったんですけども、あれはね、ほんと一発逆転大ホームランでもない限りは返せない金利だと思います。だからそういうふうにね、金利を軽視するべきではないかなと思います。逆に金利を受け取る方じゃないといけないかなと思うんですよ。世の中でも働いてお金を稼ぐよりも金利や利回りを受け取った方が利益が大きくて、これは人類史上金利が労働収益を下回ったことがないという現実があるんですよね。そう考えてもシンプルにお金の勉強、借金の勉強する中にどのぐらいの金利だったら適正なのかってことをね、知っておくことは大事かなと思います。2点目なんですけども、どんな借金を抱えてもなんとか3ヶ月で返せるよっていうのが許容限界だと思います。生活費やその他必要な費用を除いた余剰資金が3ヶ月分まとめて、例えば10万だとしたらね、3万で大体10万だとしたら10万の借金はあり得ると思うんですよ。ただやっぱりね、3ヶ月以内に返せる目処がないのに、例えば月収20万の人が3ヶ月1円も使わなくても60万しか貯まらないわけですよ。その人が100万円借金するってのはもうこれやりすぎだと思います。ですので私は所得が20万の方の100万の借金ってのはするべきではないって判断しますね。これが2つ目です。3つ目は連帯保証人がつくかどうかですよ、ね、借金返せなかったら結局誰かにね、代替して払ってもらうことになるかもしれませんし、よそからまたね、借り直すってこともあるかもしれません。で、そこをどう儲けてるかなんですよ。お金を借りる前に自分が返せなかったら、これは誰にかぶってもらおうかな、どこに相談しようかなっていうところがちゃんと明確になっていて、その人の承諾があるんだったら借金してもいいんじゃないですか。だから自分で責任を取るべきなんですけども、自分以外にも責任を負わせれる人がいるんだったら、それはその人にお願いしてね、自分が返せなかったら頼むねっていうことがもしできているんだったら、それは借金はできるんじゃないかなと思います。以上3点でね、借金が上手なのかそれとも下手なのかが決まるというふうに私は考えていますけど、いかがでしょうかね。それからね、やっぱりね、借金ってのはね、本当にね、ほとんどの人は扱いきれないんですよ。これは冷たい現実ですけども、だからこそ扱えるような金額の借金からやるべきであって、例えば20代30代になってね、10万円の借金で潰れる人いますかってことなんですけども、いや10万円の借金きついよっていう人はやっぱり借金という選択肢はいらない方がいいですよね。でも私もそうですけどもね、多くの事業者は最初事業をスタートアップするときになるべく多くの資金を借りるんですよ。最初のスタートで運転資金なり設備投資なりケチれば、それはね、スタートで他の業者に負けるからなんですよね。
だからある程度お金が集めれるような手腕がなければ事業をスタートするべきではないと思います。借金といえども自分にキャッシュフロー的には入金があるってことなんですよね。これは取りもなさず事業が始まってきて売上を上げて入金があるのとキャッシュフロー的には全く同じなんですよ。だから借金ができるスキルがある人は同じ額の売上を上げるポテンシャルがあるっていうふうに考えます。まあ、ですんでね、借金をしまくったけども300万しか借りれなかった人、それはだいたい年商300万の人なんだと思った方がいいですね。そういうふうに捉えた方が、自分の力を過信せずに済むというふうに考えてます。だから私ね、ほとんどの人は借金はやらない方がいいと思います。借金したその先には誰かに、例えば親に払ってもらうみたいなね、そんなことになったりとかね、それから債務整理してみたりとか、要するに借りた人に返さないみたいな現象が起きちゃうわけですよ。で、確かにうまくいかないことあると思います。で、お金が返せなかったら苦しいでしょ。でも貸した人が返してもらえないっていうふうなことはもっと苦しいんですよ。その人は事業したわけでも何でもなくって、信用してお金貸したのに返ってこないわけですから、取られちゃったって形になるんですよね。ですから余計お金については慎重に、そして自分の責任で借りるべきだなと思いますし、貸す時っていうのはもう本当に戻ってこないっていう覚悟できる金額で貸すべきだと思いますから、貸してあげるねというよりもあげるねっていうふうな言葉が適してるかなと思います。まあ、ですんでね、100万貸してって言われても、うん、分かった、じゃあ5000円あげるよ、じゃあ貸してあげれないけどね、5000円はあげる、で話を終わらせた方がいいかなと思います。まあ、そんなことですかね、借金に関しましては。で、借金は良い薬ですって書いてますけども、薬によってやっぱりね、死んでしまう方もいますんで、なんとも言えないですね。まあだから自己資金でやるのが一番じゃないですか。この昔ならいざ知らず、今は初期費用ゼロで商売ができて利益埋めますからね。だからそもそも今は借金する必要がないんで、借金をするって選択をしている時点でもうちょっと間違いだと思います。借金する必要がないわけですから、今するにしてもパソコンを買う5万円ぐらいじゃないですかね。だったらそれ2、3週間バイトして5万円作ったらって話になりますから、やっぱり借金したのも良くなると思います。で、何百万とか何千万の借金が必要な人っていうのは、それなりの腰の入った事業をすると思いますので、そこは借り入れ先が銀行になると思いますし、日本政策金融公庫とかね。だから借金問題に関しましては、そんなに頭痛めるような形にはならないと思うんですが、いかがでしょうか。それでは今回は以上です。